どうも、花尾です。私もですね、なんと、YouTube を始めて、早、6年やばいよ、人生28なんで、3.5 分の、え?ん?わかんねえ。わかんねえけども、だいたいもうね、人生の 20% 以上は YouTube で過ごしてきてるわけですね。というわけで、今回ちょっとやってみたい企画がありまして、花尾、過去の企画と同じことしたら、どんだけ上手くなってんのー?今からですね、僕の過去動画、もう YouTube 始めたての動画を今からね、みんなと一緒に見ていくんですけども、それと同じ企画を今やったらどんだけなんか面白くなっているのかっていうのを今回ね、検証していきたいと思います。というわけで、Make it possible with 時かけ。今回再現する動画はですね、巨大ホットケーキ作ってみたっていう動画があるんですけど、それをね、リメイクしたいと思います。じゃあまずみんなでこれ見ていこう。ぜひごめんさん、おはようございます。ありがとうございます。シャッ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 。若い。まあ、ごめんね。また料理続きなんですけど、ごめん、ちょっとお腹。ゴミ袋が全然個人情報を守ってないところが、まあ今も健全ですね。まあ、ホットケーキのね、お店とかで出てくる、あのめっちゃ分厚いようなホットケーキあるやん。あれの、限界に挑む。ちょっとあの、はいはい、言わして。まず1点ね、言いたいんですけど、まず人物が見切れてるっていうのはね、本当に良くない。うん、人物が見切れすぎている。ごめんね、また料理続きなんですけど、ごめん、ちょっと腹減ってるから許して。ホットケーキに、テロップの出し方がちょっとね、まあ可愛いんですけどね、この、どんな言い訳だよっていう、この斜めのこのね、ぴょって置いてある感じ。まあ、嫌いじゃないんですけどね、今、もうちょっと違う出し方もあるんじゃないかなというね。この辺の過程は、もう省略していいと。はい、ということで、まあ、見ていただいたと思うんですけども、まあ、基本的にシンプルな作りなのは嫌いじゃないんですけども、まあ、もうちょっとね、今だったら来れるかなということで、まあ、以上を踏まえて、もう一回ね、同じ企画をやって、今からね、編集してみたいと思います。はい、というわけで動画を撮り終わったんで、実際に動画編集やっていきたいと思いまーす。はい、まあ、こんな感じでね、はい、まず素材をね、こう読み込みまして、で、ここがなんかね、カットする場面ですよ。ここがね、作業場。で、ここが、まあ、プレビューというか、見るところなんですけどね。で、まあ、発言をね、これが音声波形で、ここで何喋ってるか大体わかるんですよね。でも、波形があるとこは喋ってるから、まあ、この辺見ときゃいいかな、みたいな。で、こういうなんかスペースとかね、こういうのがあったらもうね、すぐにもうね、詰めればいいから。隙間とか詰めまくると、それだけでテンポが良くなる動画にね、なったりできます。どうも、はじめまして、花尾です。はい、というわけで、かの有名な宇宙飛行士、マガーリンはね、こう言いました。ホットケーキにマーガリン塗って食べるのほんまうまいよな。あの表面に落ちた瞬間の黄金色の苔がじゅわーっと溶け出して、クリアのツヤ感が奇跡を描いて落ちていく。あれは人類が生み出した黄金の竹なんや。地球が青いのと同じくらいあれも黄金なんや。てかそういやなんで、ホットケーキって厚さ2センチばっかりなん、薄すぎちゃう。もっとバツできひんのかいな。そんなんで宇宙にはほど遠いでちぶらほんまなんや。手の方がバカちゃうわ。まあ、アホちゃうかほんまなんや。手の方がバカちゃうわ。っていう風に、こう言ったわけですね。はい、というわけで今回やりたいのはですね、めちゃめちゃマリアナ海溝ぐらい高くて富士山のように高い、そんなホットケーキをね、作っていきたいと思います。というわけで、Make it possible with キョモランマ。はい、というわけで今回使う材料をね、書いていきたいと思います。まずたまごで、次に牛乳ね、だいたい1リットルぐらいですね。粉、今回5パック使います。こんなもん、いちいち先生に聞くほどのもんじゃないからな。特にテストに出るわけでもないな。こんなものをわざわざ手作りする、その心意気に乾杯だな。ちなみに昨日は俺の誕生日だったな。乾杯だな。はい、作りまーす。卵、牛乳え、普通にうまい。はい、というわけで次にね、牛乳やっていきたいと思います。牛乳くん、牛乳ちゃんかもーん。あ、こっち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 、そう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 、ここにさ、牛乳320入れて、牛乳320入れて、そう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 、
すごい天才、やればできるかな。うわ、いい感じ、いい感じ。そう、よくできてる、本当に。はい、OK。 はい、じゃあ生地はこんな感じでね、いいのではなかろうか。よし、行くぞ。記念すべき1個目。はい、じゃあ行きまーす。てんてててててんてててててんてん。うおー、見える？それ見えへんか。うわー、マジ。ごめん。ほらー。ほー。ポン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 。俺の予想では、だんだんぷかぷかね、塔がポーってさ、盛り上がっていくはずなんですよ。その時に、カポンってこれはね、第二陣をはめることによって、こう、成長を促すというね。しばし待たれよ。はい、というわけであれから5分ぐらい経ったんですけれども、ちょっとね、膨らむ気配がないんで、ここらでちょっと秘密兵器をね、用意したいと思います。おいおい、これ全体を加熱することによって平等に膨らませていく。これが無重力作戦です。わからん、怖い。ははっ、ファイヤー。うわ、もこもこしてきた、もこもこしてきた。全世界に知らしめたい、この製法。マジでマジでさ、パティシエさん、マジでこれやった方がいいっす、これマジで。みんなに見てほしいわ、これ。かのね、老子も言いそう。これほど楽しいことがあろうか。いや、ない。こうして、ケーキは順調に育っていき、ませんでした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 。はい、というわけで、一旦成長止まったんで、これで火を切って、水揚げしたいと思います。クラスで一人だけ朝顔咲いてへんみたいな感じになってます、今。言うても10センチ以上多分あるんで、僕の目標、うわっち。一応ミントをはめよう、ミント。ミントじゃねえ。ミット、ミット、ミント。キャッチャーミットはめよう。こえー、これそもそも持てんのか、これ。せーの。あ、いけた！これはいけた。やったー。はい。よし、完璧。よし、いくよー。せーの、スリー、ツー、ワン、ゴー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、プリン。よいしょ。よいしょ。せーの、えっ、やっぱな、全然違うわ、全然違う。なるほど、はい、という感じで、まあ現在という。いやいやいや、全然違う、いや、これ全然違うよ。どう？全然違います、全然違う。まずびっくりするが違うから。いや、まず BGM が1個じゃなくて多種多様なものを使ってるって点が全然違う。ああ、そうね、まあ、BGM 大事。全然違う。前の時は剣吾一択やったから。前の武器マジでほんま、剣吾テン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 。鼻尾に言われた編集で俺結構覚えてるのが、こう編集した後はあたかも元素材かのように見せるって言ったよ。ああ、素晴らしい。2年前ぐらいに。素晴らしいこと言ってるね。だから元素材バーって見てたら、うん、2時間とか撮った場合2時間全部見なあかんや。でもカットした時に不自然に見えない。要するに元素材をあたかも見てるかのように見せるっていうのが2年前に教わりました。言ってた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 。はい、というわけで、まあ、今回ね、 Adobe Premiere Pro さんの、まあ、案件で、はい、やらせてもらったんですけども、まあ、本当 Adobe Premiere Pro を、まあ、使えば、動画のクオリティを上げることができますし、ショートカットキーとかが多種多様で、そうそう、めちゃくちゃ初心者でも編集できる。
俺あんま弁案とかってはっきり言うと編集しそうな顔ちゃうもん。だから俺編集得意じゃないんやけど、正味でも俺でも別にある程度はできるようになったから。そうそうそう、それは結構あると思う。アドビプレミアプロなんと7日間、無料で使うことができますので、まあ、これを機会にね、試しにダウンロードしてみるのも、いいのではないかと思います。まずその一歩やな、はい、皆さんぜひね、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。ということで本日は花尾の5年間の編集の記録でございました。いや素晴らしかった、はい、いや素晴らしかった。みんなも編集ゲットだよー。